ハロー YouTube。 おはようございます。スポーツ部活チャンネルの立ち順です。今日も一日よろしくお願いします。部活スポーツ部活サイトっていうウェブサイト、リンク貼ってあるんで概要のところですけど、新入生の皆さん、まあ OB OG の皆さんもちょっと自分が、ね、中学校や高校や大学で入ってた部活今どうなのかなって見れるサイトなんで、もしよかったら、まあ、YouTube 登録とウェブサイトの自分でちょっと全部作ったんですけど、もしよかったら見てください。あとフォローしていただいた都立、東京都立の国分寺高校剣道部、東京都立昭和高校剣道部、あと東京都立八王子東高校剣道部のダブ、八王子東超名門校ですよね、八王子、の剣道部の皆さん、僕の、ね、部活サイトアップ、この後アップするので、待っててください。リツイートもしますので、そして入学、ね、中3で高校1年生になった入学の皆さんは以上の3つの剣道部ちょっと見学行ってみてはどうですか。よろしくお願いします。剣道めっちゃいいです。剣道何がいいって、まあ、オリンピック競技とかないんだけど、剣道ってね、社会人になってからとか、まあ、女性だと棒を持てば男性をやっつけられるっていうのもあるし、あと外国人と交流するときに剣道をやってたっていうと一目置かれます。アメフトとかああいう西洋のスポーツ、サッカーとか、まあ、野球とかよりもやっぱり武道をやってると、留学したときにものすごいインパクトもあって覚えられて、やっぱり外人ってね、日本っぽいのが興味あるんですよ。僕たちもね、アメリカだとハンバーガーが好きみたいなもんで、で剣道はあと姿勢が良くなので、僕もね、モデルさん、芸人さん、俳優さんとかいろいろね会ってきたけども、あと女性とかね、モデルさん、剣道をやってた人って立ち姿が美しいので、やっぱり和服が似合う人が多いし、まあパーツはねちょっと胴長短足でも姿勢がいいと本当に綺麗に見えます。男性もすごいかっこよく見えるんで、剣道をやるとメリットが結構多いです。はい。今日はそうですね、何がニュースをちょっと取り上げたいと思うんですけど、まあ大阪のね、非常事態宣言自体ね、大阪の人たちはね、まあ結構僕が住んでる東京とかよりもな、ほんと串カツ屋とかお好み焼き屋とかですごいね、大衆的な商売も多くて、喋る大阪の人ね、この特殊性があるんで、やっぱり映りやすいとは思うんですよね。はい。お、運動部の大会参加禁止と、なんだこれは。五輪テスト大会は開催、北大生、北海道大学厳しすぎる。北大が新型コロナウイルス対策として体育会所属の、おいおいおい、ちょっと僕の部活運動部をメインにしているサイト、体育会の運動部の大会参加や遠征を禁止したことに対し、おい何やってんだよ北大、すいません。学生が他の大学に比べて厳しすぎると反発を強めている。当たり前だよ、本当、何考えてんだ北大、旧帝国大学、おい。北大校内がコースに含まれていることから、北大のテスト大会は認める一方、学生の大会参加を禁じるのは筋が通らないと不満も拡大。当たり前だよね、北大生頑張れ。そんなおかしいよ、体育会だけ別紙、体育会の学生有志は、緩和を求める7000人分の署名を北大に提出する方針。いいですね。国内トップレベルの選手と走らないとレース感覚が戻らない。北大がこのまま大会を、参加を禁止するのは学生なく社会人選手としても参加したい。陸上競技生部に所属する高橋さん、理学部4年生は北大の対応に不満を漏らした。6月の日本学生個人選手権、優勝を目指しており、神戸市で開かれる北大ルールでは諦めるしかないと。まあ、北海道の事情があるんでしょうね。大会参加を許可すれば個別に判断だそうです。北海道、北大は人の移動が落ち着く5月上旬まで制限を、方針と。東京五輪のマラソン競技、
東京五輪ね、北海道でやりますもんね、のテスト大会は北大構内がコースの一部な、そうなんですね、北海道大学の構内がコースの一部なんですね。国内外から計2500人が出場する。学生には、大学が5月10日まで制限を続けるのはテスト大会のためなのではと不信感もと広がると。学校側は授業や研究への影響を避けるため課外活動は最小限にすべきだ。そうですね、北海道ってね、まあ、結構オーストラリア人とか中国人がスキー場にねものすごいいるんですよ。もう第二の違う国みたいな感じで、そもそも外国人が結構多くて、ね、北海道に住んでる人は知ってるんですけど、まあ、星野リゾートって言ってね、星野さんがね、星野温泉のホテルを、まあ、結構巨大作ったことによって、まあ、札幌はもちろん大都会で全国の人が来るんですけどね、国際都市でもあるし、郊外のスキー場なんかは結構外国人に人気あって、やっぱり飯がうまいしっていうのもありますよね。山や海の食材がうまいっていうね、本当僕も北海道を、まあ、かなり好きですね。まあ、最近全然行ってないんですけど、ちょっと前に1年前かもう2年前かに友達とちょっとね弾丸旅行行ったんですけど、まあこれね、オリンピックがやるかどうかわからないんですけど、まあ、北海道大学としてはね、やっぱりそのコースにもなるし、体育会の運動部の人がね、全国に大会ってやっぱり大学だとねすごい多分東京や大阪やね、いろんなとこで行くので、それでもらってきちゃうので、まあ北大の中でねオリンピックまでは蔓延してもらっては困るということだと思うんですけど、まあね、やっぱりもう若い人は、まあ海外ではね変異ウイルスはなくなってはいるんですけど、若い人はやっぱりまだ母数として少ないですよね。だからまあこれは多分、まあね、国立ということで国の、ね、判断でやっていくと思うんで、まあ今国立大学って公益法人に確かなったと思うね、独立制になったので自治権というか多少あると思うんですけど、まあやっぱり国のね お金はやっぱり資本は入ってるので、やっぱり国のね IOC などのねルールに従ってやっぱり動かなきゃいけないっていう現状もあるんでしょうけどね。学生さんはねちょっとここでね運動部ちょっとね、各中学校や高校や大学の体育会の運動部の人たちは声を上げて、こういう時にね学校側とまとまってね、学校側ととか教師とちゃんと話し合って、その理由も聞いてまあ、社会勉強だと思ってね、まあ、グレタさんのね、スウェーデンの、人、なんか生意気だとかいろいろあるけど、まあ、そういうね、アクションを起こすことに、まあ、大人はね、ガキが何を言うんだとか言うかもしれないけど、今後、君たちがそういうアクションを起こしたことは、絶対に何かのね、糧にはなるので、大人と話し合うとかね、理屈を話し合うとか、あと、その、所属してるね、学校や、まあ、会社なんかも、自分のことどう思ってるかっていうのを確認するって。まあね、恋愛なんかと一緒ですよね。こう相手の言う通りに何も意見を言わず黙って波風立てずこうスーッとやると相手のね思うツボになってしまうんで、やっぱり言わなきゃいけないんですよね。ボクシングはねジャブを打たないとアッパーやね、カウンターは当たんないんで、やっぱり学生さんね、高校生もちょっとそういうのをやってみてはどうですか。はい、それでは、もう一本撮るかもしれないですけど、いってらっしゃい。Bye.